どんなジャンルをご覧になるんですか？実は恋愛ものも好きなんですが、どっちかといえば刑事もの、それから医療ものが好きですよね。かなりベタなやつも見てます。某テレビ局の必ず星をあげるってやつ、まあ、あれも昔の水戸黄門みたいな感じでですね、だいたい結末が見えて、決め台詞がありますよね、まあ、ああいうのを見たり、某テレビ局の科捜研の、女とか、あの手も、好きですね。それから、まあ、医療ものは本当に最新のですね、例えばあのロボット、技術ですとか、それからほんまかどうか分かりませんが、大学病院の医局のドロドロの対立とか、製薬会社との癒着とか、まあ、そういうのが出てくるようなものを、それなりに楽しんで見させていただいてます。